くまで危ない損なうとか。これね、儲かるらしいですわ。いいことを教えましょうか。わしは何でも知っている。あのね、このね、ドロップショッピングでね、違う、アメリカンドロップショッピングか。1億稼いでます、女性アフリエーター。すごいでしょ？よ、知ったでしょ？わしは何もしないだけ。それと、こととかな。これなんですわ。さあさあ。さあさあ。これいくらと思います？3000円と思うでしょ。1万円。これ買ったんですよ。平野の生活保護第1、俺もよかったな。これとね、これ1万円とね、平野でね、2ヶ月受けました。確か。2、3ヶ月、2ヶ月か。ほいで追い出されましたけど、家賃払うんで。その時にね、菅野一生さんの思い出した3万5000円の情報商材も買いました。で、その時は仕事しとったけどね。ほいでそこを、それで打ち切られて平野、そこからまた3年、前もしとったけどね。3年ホームレスしました。大和、松屋の出口で。親の縁起でね。なんぼこでね。クロちゃん面白いこと教えましょうか。クロちゃんね、あれ、ええとこの子ですよ。ね、なんぼったかな。20代の時30万もらって、30代で20万、40代でも10万もらってます、年金。俺は3万5000円もらってました。ね。だから人間、まあいろいろ、だからね、ふと計算した親はね、60万ぐらいもらってます。最高額教えましょうか。年金の65万です。一回切ります。次の動画があるんで。